お昼にちょっと辞職を検討しているということを申し上げたんですが、理由はですね、10日、今から3日後になりますが、今週10日、埼玉県ですね、参議院選挙、埼玉県選挙区の補欠選挙に、私、立花孝志が立候補すると、それに伴いまして、現職の参議院議員を、自動失職という形にさせていただく予定です。参議院議員がですね、あえて参議院議員を辞めて参議院議員選挙に立候補するという、異例の議員失職というか辞職の形になりますが、今のこの公職選挙法といいますか、選挙制度を鑑みたときに、私が辞職をしても、2位の全国比例の2位の浜田聡というものが繰り上がり当選をいたします。比例の方は議席が減らない。一方で小選挙区の方、選挙区ですかね、に関しては、辞めると補欠選挙という、制度の、矛盾とかいろいろと問題はあるんでしょうけれども、いずれにしても、埼玉の方で補欠選挙がある、これに公党として立候補者を立てないわけにはいかないということで、候補者擁立する方向で進めておりましたが、その間にですね、自民党さん、公明党さん、いわゆる野党がですね、候補者を立てないということになり、これは、勝てる可能性がある選挙に変わってきました、まだ2週間ぐらい前だと思いますが、そんな中でですね、やはり勝てるとなれば、それなりの知名度のある方ということで、従前申し上げておりますとおり、前、衆議院議員の豊田麻衣子さん、埼玉県から選出されている豊田麻衣子さんの方には、熱烈にラブコールというか、立候補していただけないかというお願いを続けておりましたが、前向きな返事がいただけない状態でございます。で、前回8月の都知事、ごめんなさい、埼玉県知事選挙に立候補された青島健太さんですね、失礼しました、青島健太さんにもお声がけをさせていただいたんですが、今回は見送るというか、うちの党からの公認で立候補するつもりはないということです。で、金曜日の時点で、籠池さんの長男になりますが、森友学園問題というか、騒動で、ある程度の知名度がある籠池義重さんの方にもお声がけをさせていただいたんですが、即答がなかったもんですから、籠池さんについては。で、迷うぐらいだったら、自分が出るべきなんじゃないかなと、先週の木曜日にこの場で私が会見を開いた時の3名というのは、今申し上げた3名です。で、その日の夜に、自分が出たらいいんじゃないかと気づいたのは、金曜日のこの会見をした日の夜でありました。党勢の方ですが、今、私、参議院議員、そして、衆議院議員に丸山穂高がおります。国会議員2人です。そして地方議員が今、30名となっておりますけれども、私が辞めても2位が繰り上げ、そして、今回の選挙、冷静に分析をしましたところ、十分に勝てる、勝てる選挙であると分析をいたしました。したがって決して、1議席今回減るというよりも、前向きにさらに参議院議員選挙、ごめんなさい、参議院の議席を1から2に増やす、全体の国会議員の議席数を2から3に増やすんだという前向きな思いで、今回の埼玉の補欠選挙に挑戦をするということを決めました。